はい、今回ですけども、今回なかなかいいんじゃない？現役かな？ちょっとわかんないですね。ネイマールと共に騒がれましたよね。元祖。いたな。いたよね。だって当時ネイマールで騒がれたからね。左利きの天才みたいな感じで。まあタイプ的にはリバウドに似てんやけど、リバウドより決定力ないし、リバウドよりテクニックもないし、リバウドよりも機動力がないしっていうね、全部一回り二回り落ちるって感じかな。年齢ももうこの年になってんね。だってネイマールで30やからね。身長180にね、出てきた時はすごい選手出てきたなと思ったけども、機動力ないし、スピードないしって、もう致命的ってね。まあ決定力でもあればいいんですけど、決定力もそこまでないし。だから結局ヨーロッパで活躍するためにはスピードがなかったらダメなんですよね、機動力とか。で、全然ディフェンスもせえへんし。で、どこ行ったんかな？セビージャかな？行ったけど、さっぱりでしたよね。やっぱ動かへんからさ。やっぱこういうタイプまだブラジルでも残ってんやな、逆に言うと。驚いたわ。そう。だからね、多分ブラジル帰ったと思うんですね。セビージャで全く結果出ずに。ヨーロッパでもさっぱり？だからセレソンにも全然選ばれてないよね。まあ、この手のタイプはもうこれからの現代サッカーで厳しいよね。いわゆるもう昔の、大昔のプレーメーカーって感じ？必要ないもんな。とりあえずスピードがない選手はもうどうにもならんな、本当に。トップオブトップではやっていけへん。スピードがないと。とてもじゃないけど無理やな。でもね、ネイマールと共にデビューした頃は、ねえ、あれじゃない？だから、クラブワールドカップで、サントスが来た時、ネイマールも来たけど、この元祖も来てるはずやね、確かね。まあ、バルセロナにね、やられたけど。多分来てると思うね。あの時ネイマールしか俺、全然記憶ないしね。でも、元祖も来てたんでしょうね、多分ね。でも活躍した印象が全くないな。なんかネイマールが活躍したっていうぐらいしか覚えてないな。今はね、またサントスに帰ってきたのか、どこに帰ってきたのかわかんないですけども。もう無理かな。もう一花二花咲かせられる感じではなさそうやな。